覧いただきありがとうございます。今回はこちらのハイツ前さんに来ております。こちらですね、玄関の方からご紹介させていただきたいと思います。こちらですね、綺麗な床のねフロアもおしゃれなね色味になっております。シューズボックスもしっかりと備え付けで置いてありまして、かなりの収納力ですね。12足ぐらいは悠々と体力の大きさになっております。で、入っていただいてすぐ右手にはお手洗いになってまして、ここもゆったりとした広めのスペースになってますね。清潔感のある使いやすそうな手洗いですね。で、こちら廊下を通りましてキッチンスペースなんですけども、これ 2K という間取りながらキッチンね、すごい大きいですね。で、こちらにはコンロが2口サイズのものが置いていただけます。大きな換気扇のね、フードファンついてます。で、上の収納扉、これね、ロックがついてますね。もう大きいですね。で、こちらにもラックがね、ありますので、ここで水を切って、まあ、フライパンとかね、いろいろお鍋とか置いていただくこともできますね。で、キッチンもこちらね、後ろに、まあ、冷蔵庫を置くスペースもしっかりとついております。奥に洗面の脱衣スペースがございまして、独立の洗面化粧台ですね。で、奥は洗濯空間もしっかりとありまして、スペースはかなりゆったりしてますね。なかなか大きめのものでも置いていただけると思います。で、浴室ですね。浴室も給湯のね、リモコンがしっかりとあります。温度調整もね、ボタン一つでできますね。小窓もついてますので、換気もしっかりとできるお風呂になってます。で、キッチンを通って洋室の方に出ますと、こちら 6畳の大きな洋室になっております。広いですね。使いやすそうなスペースになってます。で、こちらはエアコンも備え付けてね、大家さんが置いていただいてます、ね、寒い冬場なんかでもしっかりと暖房を使っていただいてます。で、洋室からバルコニーに、ね、出ることができるんですけど、かなりね、ゆったりとしたスペースになっております。この辺りでね、奈良町のこの雰囲気が楽しめる街並みになっておりまして、すごい環境的にも静かなところですね。で、こちらなんとテレビ付きモニターも、すごいカラーの綺麗なものが置いてあります。ね、防犯対策もバッチリですね。で、最後に最後に、こちらの洋室、まあ、約、まあ、5畳ほどの、ね、スペースになっております。綺麗にこちらなんかもアクセントクロスということで、壁一面だけちょっとおしゃれな壁紙に変更されてますので、この辺もおしゃれな一押しポイントですね。で、こちらには収納、クローゼット収納がついております。中にも棚がついてますのでね、小分けに物を収納していただく、上まで目いっぱい使っていただけるといった収納スペースになってますね。で、こちらのお部屋からもバルコニーにつながってますので、ここね、大きな窓がついていて、まあ、お部屋まで明かりが届く、そういうね、お部屋になっております。こちらですね、立地条件も、まあ、市内循環のバス通りから歩いてすぐのところになりますので、バスを使っていろんなところに、出ていただくこともできる便利な立地となっております。詳しくは弊社のホームページでぜひ詳細をご確認ください。奈良のおてらし、奈良心、賃貸の好きな皆様の探しを全力で応援いたします。以上でご紹介させていただきました。